東京トーク、今日は品川区からお送りをします。品川区の戸越公園の前に来ています。品川区は共産党都議会議員は白石民生さん、2期目を経て今度は3期目に挑戦をします。都議会政調会長、論戦のまさに中心になっているのが白石民生都議会議員です。どうぞ。こんにちは。よろしくお願いします。今上空を、はい、低空飛行飛びましたね。飛びました。もうこれから夏になってくるので、ね、南風なのでもう毎日のように。結構近い。そうです。うるさい。うん、もうまさにそういう中で、まあ、低空飛行の問題もそうですけども、はい、あらゆる問題、もう都議会共産党議員団の都議団の論戦の中心になって頑張ってきて。はい。改めまして日本共産党都議団の白石民生です。どうぞよろしくお願いします。で、小池さん、実は、うん、私の娘が、うん、この戸越公園の中の保育園に、うん、通ってるんです。今ちょっとプレハブですけれども。 あそこにあるの。そう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 、白石民生さんの娘さんの通っている保育園の前からお送りするっていう、はい、超フレンドリーファミリアル、そういう東京トークですけれども、はい、よろしくお願いします。これからさらにまた別の場所に移って、はい、話を続けたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きましょうか。はい。私たち来たのが、はい、白石民生都議会議員の原点ともいえる、はい、東京都立大崎高校、はい、定時制、はい、これがそうですね。そうです、これです。大崎高校変わってないです。綺麗な学校だよね。うん、かなり綺麗ですね。定時制で学んだ時の体験を、はい、いつも語ってるじゃないですか。はい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 。やっぱあれは今の政治家としての白石民生の原点。そうですね、原点であって宝物であるというふうに、うん、まあ、かなり訴えてますけれども、うん、どんな体験だったのかちょっと。はい、まあ、私21歳の時に、うん、この大崎夜間定時制高校に、まあ、高校中退してるので、うん、実はね、寿司屋になりたくて高校中退をしまして、うん、でもう一回やっぱり改めて学び直したいなっていうことで、うん、21の時に大崎の夜間定時制高校に改めて入学する、うん、21歳21歳です、うん、で、ね、私のクラスには例えばね70代の同級生がいまして、うん、とか、あとは障害がある仲間もいましたし、うん、飛んでる飛行機飛んでますけれど、低空飛行、それからね、うん、あとやっぱ小中学校時代にいじめにあってね、うん、不登校になってしまった仲間も改めて学び直したいっていうことで通ってきてたり、うんうん、ね、セクシャルマイノリティのクラスメートもいたんです、うん、なるほど。で、後輩にはね、外国にルーツのある、うん、そういうね、仲間たちもいまして、うんうん、でね、年齢も育ってきた環境も全く違う仲間たちと、うん、やっぱ夜間定時制高校4年間学校生活過ごす中で、やっぱね、私得たのが、やっぱこれが原点ですけど、誰にだってその生きる権利がある、うん、それから幸せになる権利や学ぶ権利があるというのを、やっぱりそういう仲間たちと、本当に多様な仲間たちとこう学校生活を送る中で本当に得ることができたなと。で、これがやっぱ政治家の私の原点になってるかなと。なるほどね。はい、思ってます。なんかあそこの階段を走って登ったと、はい、そうなんです。実はね、うん、あんまりこの自信持って言う話じゃないですけど、実はね、私ね、一番クラスの中で卒業を危ぶまれた生徒で、なんでかというと、うん、やっぱり定時制って、うん、私もね、ラーメン屋でアルバイトしながら、はいはいはい、通ってたので、はいはい、で、5時までに通うよというふうなので、うん、で、1回休むと、うん、ずる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 休んじゃうんですね。なるほど、うん、で、そういった時にそのね、さっきの仲間たちが、うん、私のラーメン焼きまして、うん、白石さん、授業、うん、来てくださいよと、学校来てくださいっていう、いい仲間やん。そう、励ましてくれて、ね、で、いい話やね。一回もね、遅刻しちゃいけないと、出席日数も危なかったので、うん、もうギリギリだったんだ。ギリギリだから、この階段をね、うん、走って登った、全速力で走ったという、そういう記憶が。この話はちょっと、はい、さらにちょっと場所を変えて突っ込んで聞きましょうか、はい、ね。
もうさっきから、はい、でもその話をしてるさなかも、ビュンビュン飛行機飛んでますけど、はい、もう本当あれだよね、大崎高校かすめて飛ぶよ、そうそう、かすめて飛ぶよ、うん、ね、そんな感じですね、はいはい、じゃあ行きましょう、はい、どうも、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきやっぱり低空飛行、はい、大きいよね、やっぱり品川区大井町のあたりはもうね、東京タワーよりも低い300m ですから、うんうん、もう本当にもう間近っていう、そうだよね、いう風な状況ですね。もう結構大井町のあたりも高層マンションが今増えてきてて、はい、増えてますね。なんか見てると引っかかりそうだなって。いやいや本当にそんな感じで、うん、もう圧迫感もそうですし、うん、まあ騒音もねもちろんそうですけれども、本当に品川区民からも、うん、もう本当にやめてくれって声はもう本当日に日に大きくなってる感じですね。まあ、その羽田新ルート問題を都議会でも徹底的にこの間追及してきたのが白石民生都議です、はい、あの予算特別委員会、はい、あの議事録も読んだんだけど、はい、もう毎年毎年もう徹底追及してますよね。そうですね、すごいなと思って読みました、はいはい、結構だから都議会でも羽田新飛行ルートっていうとイコール白石民生、白石民生、白石案件と言われてるくらいなんですけどね、うん、ぐらい徹底してずっとやってきました。この間取り上げてきたテーマで言うと、はいろいろあると思うんだけど、どれが一番あれですか、自分としてはこれはちょっと許せんっていうか。いや、まあやっぱりいろいろありますけど、うん、やっぱね、羽田新飛行ルートは、うん、とにかくやっぱり、ね、品川区民のやっぱり命に関わる問題なので、うんうん、これはねやっぱ徹底的に私ずっとやってきたっていうふうなのはありますね、うんうん。でとりわけやっぱり現実的に命に関わる問題で、うん、落下物の問題、ね、あのボーイング37のエンジン部品がアメリカで起こって、あれでかいもんね。いや、でかいんです、でかいんです。だからもう本当に、であの去年12月に、うん、あの那覇空港から、はいはいはい、羽田行きの日本航空 JAL 便も、うん、同じあの同型機でエンジンから火吹いて、はいはい、で国交省に問い合わせたらやっぱり10キロ以上の部品が、ね、落下する。落下した、まあ、あれはまあ海に落ちたんだろうけど、はい、まあ、でたまたま本当に良かった。アメリカのは住宅地に落ちた、ね、住宅地に落ちた。でしかもあの JAL 便は羽田行きだったので、なるほど、あもしかしたら、いや本当に、ね、不思議じゃないんです。あれがあの大井町上空とか、まあ、都心上空で落ちるというのは本当にね、現実的な問題としてあるので、うんうん、やっぱね、事故が起こってからじゃもう、いくら保証しても命戻ってきませんので、うんうん、やっぱこれ本当に事故が起きる前にやっぱり止めるっていうのは、本当にね、あの、私も使命として、うん、まあ、ずっとやってるっていうふうなことですね。本当にみんな心配して、はい、まあ、命の危険にさらされてるから、いろんな声を出してるんだけど、はい、なんかあの、その声をさ、はいはい、もう本当にひどい扱いしてるっていうのもやったでしょ。やりましたね。予測で、うん、でいつ今日、うん、実はね持ってきたんです。おお、ちょっとカメラ見えるかな。いや、今小池さんが言った、うんうんうん、国が住民の声に対してどう扱ってるかっていうふうなのちょっと予算特別委員会でも私やったんですけれども、うん、ちょっとね読むんですけど、住民の方が例えば飛行機の、まあ、騒音ですね、騒音で例えばね、あのママさんからちょっとこういう声あったんですけど、うん、羽田新飛行ルート通って1年になるんですけれども、うん、あの子供をね、あの寝かしつけをしていて日中で飛行機が文字通り飛んで、それで子供は泣きながら起きちゃった、はい、で本当に何とかしてくださいっていうふうな声。それはお母さん困るわね。いや、私も2歳の娘、うん、あのね、子育てもやりますけど、いや、子供を寝かしつけるってね、本当大変なことなんですよ。ね、でそれをね、飛行機の騒音で、まあ、起こされたら、うん、そう怒りますよ、ね。そりゃそうだよね。その怒った声を、例えば国交省に行ったら、うん、どう分類されるかと、ちょっと読みますけど、飛行する航空機に過度に反応する過敏型、それから飛行経路の変更を求める事故中心型など多様化騒音を、あの、苦情がしていると。いうふうに形で国交省がね住民の声をねこうやって分類してると。で自己中心型、そうですよ、過敏型、もう、ね、本当に国交省こそ自己中心、いや本当ですよね、うん、いやだって
子供が寝かしつけてて飛行機の騒音で起きてしまって何とかしてくださいっていうふうに国交省に声を上げたら自己中って言われるわけですからね。これはその東京都にこれ抗議したのかって言ったら、はい、むにゃ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 と、うん、まともに答弁しない、うん、で小池知事なんかはご意見として受け止まりますみたいな。何がご意見だふざけんなって話ですね。いや本当に小池、まあ、都知事ですから、うん、まあ、都民ファーストとね標榜してますから、うん、だったらやめなさいとか、うん、これなんとかしなさいっていうのが当たり前なんですけど、それをね全く受け止めようともしないという、うん、まあ、これね私ね、要するに国が住民の声をこんな過敏型とかね自己中心型なんていうふうに分類する、うん、もうちょっとね相手口が塞がらないと、うん、まあ、それだけまあ住民を見下してるっていうふうなことだと思いますけど ね、 あとあの与徳でやったので言うと、あの着陸の角度を変えたじゃないですか、はい、はいはいはい、なんか少しこう 3.5 度、はい、で要するにあれはその騒音が大きいっていう声があるので、はい、それに応えましたっていうけれども、はい、何の意味もない、逆に危険だっていう、うん、そうそうそう、それもやりましたよね。やりました、だから要するに角度を急にして、で急にすることによって高度を引き上げるから、うん、だからその分騒音が軽減するっていう理屈なんですけれども、うん、もうパイロットの人たちとかからすれば角度を急にするというのはもうね、ジェットコースターのように降りていくようなものだと、うんうん、で着陸の時も尻もち事故とかそういう危険性もあるんだっていうことで、世界のですよ、世界のパイロット協会とか航空協会が国交省に直談判しに行くっていうふうな、もう異例中の異例のことも起こってるっていうぐらい、まあ、そういうふうな危険性がさらに表面化してるっていうふうなのも、まあ、取り上げましたね。本当にいや、まあそういうことでね、はい、本当にあらゆる角度からこの新ルート問題取り上げてきたわけですけども、もともと羽田空港っていうのは海から入って海に出ていくって約束で、そうですそうです、ね、はい、空港、まあ、建設っていうか拡張した時も、はいはい、それが約束だったわけですよね。でそれを変えると、まあね、とにかくこれはね、やっぱり国際競争力っていうふうに言えば何でも許されると思ってるような ね、 そうですね、もう今の、まあ、小池都政ですよね、やっぱり、まあ、大企業のためには都心部の再開発バンバンやるし、羽田新ルートもやるし、うん、外環道も1兆円2兆円かけてやって空洞いっぱい作っちゃうし、やっぱりそういうこう都民の暮らしよりも大企業多国籍企業が儲けに儲けるような東京にしていいのかっていう、まあその問題のかなり中心的なテーマが羽田新ルートだと思うんで、もう羽田止める、都心部品川の空を守る白石民生、ぜひちょっとこれはね、国会でももっと頑張ってやらないと。それと、まあ、さっき見てきた定時制高校、はい、僕ね、その白石さんの質問っていうのは、はい、こう非常に鋭い質問であると同時にね、これ、ね、泣かせるんだよねこんなね、なんかね、もうこんななんて言うとあれだけどねもういなせなお兄ちゃんなんだけどね、はい、泣かせる質問やるんですよ、これがね。夜間定時制には私の時代と比べても困難を抱えた生徒が増えているのが実態なんです。貧困に加え、家族が病気で家で勉強どころではない生徒、そして読み聞かせなど文化的な愛情を受けずに育った生徒、学校の枠組みや競争社会で傷つき不登校になった生徒など、一人一人が孤立をして困難を抱えております。そうした生徒が夜間定時制に来て、最初は会話すらなかなか成立しなかった。生徒でも1年、2年と同じクラスで過ごすうちに友達ができて、友達ができると急に学力が伸びると、こういうことになってます。下を向いていたのが前を向き、笑うようになったと。心が動き始め、人間に対する興味が湧くようになったと。一気に伸びると。1学期に赤点すれすれだった生徒が3学期には70点くらい取ったりすると。こういうふうに、寄り添いながら定時制というのはすごい大事な役割を果たしている。で、これ僕ねちょっとね、なかなかねじんときましたよ、これすごい質問、はい、で知事にこのね、やっぱり夜間定時制の役割どう考えてるんだというふうに質問したらば、あの小池さんがですよ、あの小池都知事、夜間の定時制高校につきましては勤労青少年だけではありません、
お話ありましたように、今日では不登校を経験した生徒、そして外国人の生徒などの学びの場となっている。そしてきめ細かな指導を行うなど、社会人としての自立を促す。その上で、重要な役割を果たしていると認識をいたした。そうですね。なんかいい答弁してるじゃん。そうなんですよ。どういう人たちが通っているのかと、うん、でやっぱ私学びの権利が大事なんだって言ってますけれども、うん、やっぱりそういう仲間たちが夜間定時制高校に通ってきているというやっぱこの実態をちゃんと、小池知事にも示したっていう風なのがやっぱりこれは答弁せざるを得ないというふうにまあ思ったんだなっていうふうに私も受け止めてますけどね、うんうん、今東京都が廃止を企んでいるのは、はい品川区にある都立小山台高校の定時制、はい、それから立川高校の夜間定時制、ね、ということですよね、はい、これは今どうなってるんですか。いやね、この4年間、うん、小池都政振り返った時にまずちょっとさっきも言ったと思うんですけど石原都政の時代自民党と公明党およそね定時制で100校あったんです当時は、うん、でそれが石原都政時代に半分以下に減らされるんですよ。でね、そうなんだ。そうなんですよ。で、うん、もう実際減らされ続けてきたと。でそして今年の4年間 今期の4年間で小池知事は、大田区の雪が夜間定時制と、はい、足立の江北夜間定時制をね、うん、募集停止にして、うんまあ、つまり廃校にしたんですね、うんうん、でさらにこれから、品川の小山台と立川にある立川の夜間定時制高校を廃校にしようという今ね本当に切迫した状況ではあると、うんうん、で今回この質問で重要性を認めたので、はいはい、これ、ね、大きくね本当に一歩だなというふうに思っております、うんうんうん、やっぱりそういう重要な定時制を認識をしたので、うん、じゃあだったら廃校や、まあ、潰すなんてことはダメでしょっていうふうな話になってくるので、うんそりゃそうだよね。重要な役割を果たしていると認識しております。はい、しかし廃止しますけど、それは成り立たないね。それは成り立たないですね。それはね、はい。だからそういう意味では本当に重要な答弁を引き出した白石さんの質問だったと思うんですが、はい、やっぱりそれを引き出した力は、やっぱり定時制が果たしている役割を本当にこう、自らの経験を持って語ったっていうことが、はいそうですね、やはり響いたんだと僕は思うんですよね。はい、まあ国会もそうだし、まあ、都議会もそうだと思うんだけどやっぱり人間同士のやり取りだから、はい、もちろん党派的に絶対これは受け入れないっていうのはあったとしてもやっぱりその言葉に心が動かされてちょっと少しでもこうなんとか前向きにっていうのはやっぱりあるんですよね、はい、そういう局面ってね。そうですね、本当にあると思います、うん、そういう論戦ができるベースにやっぱり白石さんのもう定時制高校で学んだ、はい、でその前に寿司職人になろうとしてどんな感じだったんですか。まずちっちゃい頃から、まあ、単純な話お寿司が好きだったんですね。でちょっとおじいちゃんとおばあちゃんの影響があるんですけれどもおじいちゃんが、まあ、魚釣りが好きでよく連れてってもらっててでそれを釣った魚をさばいてくれていてでそれでお刺身で食べたりとか お寿司にしてくれたりとかでそれのね、があって、で、寿司が、まあ、まあ、とにかく好きな子供だったんです。うん。で、単純に寿司屋職人になれば、毎日お寿司食べれるんじゃないかっていう、その単純な思いから、高校の全日制に一回通ったんですよ。はいはい。中学卒業してから。はい、でもね、すぐに、やっぱ寿司職人は、なりたいなっていうふうになって、うん、高校をね、中退したんです、すぐに。なるほど。だからね、15の時ですよ。すぐ入ってすぐ中退して、うん、寿司の世界に入って5年間っていう風な5年間やったの5年間やったんです白金です。5年もやったら握れんじゃないの。握れます。え、すごいね。そういう風に寿司屋になりたくてで高校中退してただやっぱり寿司の世界って非常に縦社会というのかな私ね自己責任の世界で生きていた実力の世界だっていう寿司屋って、うんうん、腕にいかに技術をつけるだから職場の中って、蹴落としていく存在なんですよ、うん、抜いていく存在なんだから、うん、いろいろ仕事で悩みがあったりとか、うん、相談したいことなんてのはそういうふうなことをするような世界じゃないんですよね。なるほど。でもね、うん、だん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 精神的にも追い詰められていくんです、うん、でそうなった時に
ちょうどね、民生の仲間たちが、うん、いて、でそこでね、まあ相談をしたんですよね。で、実は私、自分こういうふうな悩みあるんだって言ったときに、それは、まあ、民生だけの責任じゃなくて、社会に問題あるんじゃないかって言われたときに、いや、自分の考え、発想になかった世界を見たっていう瞬間だったんですよね。そうやって、こう、なんか競争の中でこう、ずっとやってきたので、それを競争ではなくて問題はやっぱそういう社会の構図なんかにもあるんじゃないかっていうふうにそういうふうに言ってくれたその一言が非常に私に嬉しくて単純に、うん、でそれでそういうふうに言えるような人になりたいなってことで、うん、寿司をやめて改めて学び直そうっていうことで大崎の夜間定時制高校に入ったっていう、なるほど、そういう、まあ、そうか、道取りですね。そこでいろんな、はい、本当に多種多様な、はい、仲間に出会ったと、はい、さっきなんかトランスジェンダーの給油クラスメートもいたっていう話ですね、はいはいはい、実際うちのクラスに、うん、トランスジェンダー その仲間がいまして、うん、で本当にまあ定時制さっき言ったように、まあ、いろんなねものを抱えていたりとか年齢も国籍も全然違うと、うん、経歴も、はいはい、でそういう中で4年間学んできてトランスジェンダーのその仲間がね女子バレー部に部活で入っていたんですよ、うん、で学校としてもまあ、女性としてまあ、体は男性だけれども女性として、うん、こうそういうふうな形で対応していて、ただ部活に入って大会に出るとなると、うん、一応戸籍上は男性になっちゃうわけですよね、うん、でそういった時にじゃあ女子バレー部と部員として認めない大会に出れないかっていうふうなことがあったんですね、うん、で学校の先生たちもそれ対応して、うん、定時制の定体連で定時制体育連盟が実際にね部活を見に来て、うん、でそのトランスジェンダーの仲間のやってる姿を見てで女子バレー部員として正式に認めて、うん、定時制の大会にも女子バレー部員として、うん、参加するというふうなこともあって、まあ、本当にねそういうふうな本当にまあいろんな仲間たちと学ぶ中で、うん、やっぱりね誰にでも本当にね生きる権利もあるし幸せになる権利もあるし学ぶ権利もあるんだなっていうのを肌で実感して、うん、なるほど、まあ、それが私のまあ原点だなって思ってますね。まあ、多様性をこう認め合うような定時制高校、はい、だからこそっていう面もあるかもしれないですね。そうなんです、はい、なるほど、はい、それが白石民生都議会議員のやっぱり原点として、はい、都立大崎定時制高校の夜間定時制高校の経験があると。ちなみに民生、はい、民に民に男だよね、はいはい、この名前の由来って何なんだろう。一応うちの親が、うん、民っていうのは民主主義、民主主義、民主主義の男になれということで民生と名付けてくれました。素晴らしいと聞いてます。いやー皆さんいかがだったでしょうか。もうこれは品川はねなかなか激戦なんですよ。これがねそうなんだ激しいですね。もうこの議席は宝中の宝の議席ですから何が何でも守り抜かなければいけないと思っておりますので、白石さんの方からこれを見ている皆さんに、はい、こう何としても勝ち抜くぞという決意のほどをじゃあ語っていただけますかね。はい、もう、都議選まで、告示まで、まあ、1ヶ月を、まあ、切るというふうな、まあ、状況にもなってきていまして、まあ、今度の都議選はさっき言ったようにやっぱり私としては本当に生きる権利、幸せになる権利、学ぶ権利、この権利が保障されるやっぱり東京都を作るんだというのは本当に私のね、まあ、この間の生い立ちから含めてこれを実現させるために本当にまあ勝ち抜かなければいけないなというふうに思っています。でやっぱり羽田新飛行ルートの問題、定時制の問題というのはやっぱり命にも関わるし学ぶ権利にも関わりますので、やっぱりそれをやっぱり肌でまあ実感してきた、まあ、体験をしてきた、まあ、自分だからこそやっぱりこの都議会でまあしっかりとですね定時制を守ったり羽田新飛行ルートを止めるというのは私しかいないというふうに思っていますので、もう絶対にですね負けるわけにはいかないというふうに思ってますので、
ぜひご覧の皆さん、品川にいる方はぜひ私を、また3期目を押し上げていただければなというふうに思っております。よろしくお願いします。じゃあ白石民生都議会議員のラベリング、寿司職人で鍛えた包丁さばきで都民不在の都政をバッサバッサと切りまくる都議会の論客、民主主義の男、白石民生、3期目も必ず勝たせてください。よろしくお願いします。お願いします。東京都区品川選挙区の白石民生都議会議員とお話をしました。よかったなと思ったらグッドボタンお願いします。チャンネル登録もよろしく。それではさよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。